どうもニカチャンネルのマスです。さあ今日もニカホームチューブの新入社員研修に参加してまいります。リフォームや新築を検討中の皆様必見です。今回はウッドワンショールームで無垢の木のキッチンや内装について学んでいきましょう。どうですか雰囲気？綺麗ですね。綺麗ですね、はい、こちらです。今日はいっぱい学ぼうと思います。はい、ありがとうございます。消毒してください。ではこちらでお話しさせていただきます。ショールームの藤井と申します。お願いいたします。お願いします。一番最初に見ていただきたいのがちょっとこの受付のところですね。弊社で取り扱っているパインザニュージーパインの木のものになってきます。こちら今使っているものは60年経っているものがいっぱいですね。こちらですね、そちらで使っているパイン材を実際に使っているキッチン、床材の方もパイン材ものになってきます。なので今ここの一角使っているものは全てニュージーパインのナチュラル色、自然のお色のものになってきます。木質を味わえるような加工になってきます。柔らかい部分だけを削り取って硬い部分が浮き出るようにという形になってきます。でキッチンの横の断面見ていただくと分かりやすいんですけれども、横から見ると丸々木が使っているっていうのが分かりやすいと思います。これが修正材って言って無垢の木をこう組み合わせて使って1枚の板にしているっていうものですね。節が結構多くて使いづらいっていうのが、はい、松の特徴だったんですけれども、はい、それを、弊社の森を持っているっていうところで職人から始められるので枝打ちをして節がなるべく出ないようにっていう形で育てさせていただいて、節とかが出づらいようなカットの仕方をしていることによってこのまっすぐの木目が生み出されているっていう形になってきます。松ヤニとかって聞いたことあるかなと思うんですけど、このヤニ成分によって色の変化が起こるっていう形になってきます。弊社の特徴としたらこの床とかキッチン充設関係とか、あとこういった収納関係だったりとかっていうものを同じ材質でできますよっていうところになってきますので、ここに使ってる壁材とかこれも同じくパイン材使っているものなんですけれども、模様を織り込んでいて絵を飾っているような感覚で使っていただけるようなものですね。天板はこれ本物の石ですね。 93% 水晶だとかの、あとタイルとかも使っていただけるんですが、タイルの場合はタイルが貼れる状態まででお出しさせていただいて、お好みのタイルとかは個人でご用意していただいて最後施工していただく。これ知らないんだよな。AEG って書いて AEG って言うんですか。ドイツ読みですね。ドイツのメーカーになってくるので、ちょっと重たい。おお、すごい。でもミールと同じような感じですね。そうですね。ただこれは、おお、すごい上がるんだ。すぐに上がる。ミールだとそのまま引き出しの構成になっているので、これは AEG の特徴になってきますね。腰を落とさなくてもいいですよっていうところで、ナチュラルでAEGって言いたいな。AEGどうですか。そうそういう感じで使いこなしたいよね。グラスはめたりとかっていうのもできますね。今の時代に合わせてっていう形でこういった作業がしやすい奥行きの広いデスクっていうのも新しく取り扱いさせていただいているものになってきます。こちらは奈良の木多くを使っているのでまた雰囲気一気に変わってきます。お客様の好みに合わせていろんなものにすることができます。キッチンとかもこう形だったりとかっていうのもお選びいただけるので、このタイルのカウンターって他にないですよね、他社で。これちょっと秋の新商品発売予定。